速報。そうですね、すっごい楽しいし、お客さんも皆さんキラキラしてて、本当そのおかげで僕たちもすごいキラキラできるような感じで、すごい楽しい舞台になってます。なるほどです。これは衣装としてでいいんですか？これは今、はい、なんだっけ、 RYBC さんの衣装なんですけど、そうですよね、なんか普段あまり可愛い感じは着ないんですけど、チェックパンツで可愛い顔して、上は結構スポーティーな感じでかっこよく、可愛いとかっこいいのなんていうんですか、融合というかねそんな感じになってます。最近僕、今まであのアクセサリーはあまりしなかったんですけど、今あの舞台だったのでつけてないんですけど、指輪をね最近買い始めて、そうですね、指輪にチャレンジしてます。女の子のロングスカートのここのロングスカートから見える靴下と肌のあれが好きです。最近そうですね、趣味でもあるんですけど、僕絵を描くのが好きなんですけど、結構家でも一人でコツコツと描いてるのでそれが好きです。そうですね、普段は、今は最近はあいみょんさんがすごい好きで、よくギターでも弾き語りしてるんですけど、自分でも結構作って、家にいるときはどちらかというと人の曲を弾くってよりは自分で作ってるって感じです。そうですね、今年来月4月で僕も10代最後の19歳になるんですけど、10代の皆様、本当になんかその今っていうか、まあ、時間は有限で、なんていうんですか、もう本当になんか僕自身すごい高校途中で辞めたんですけど、なんか青春をなくしたなっていう部分もあって、すごい時間って大切なものだと思うので、今楽しめることは今すごい全力で楽しんでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。